静かなる防衛の時間です。陸上イージス、アショア計画。防衛省、県民から信頼なくす状況に説明会でも。今イージス、アショア計画の資料に誤りがあったと説明会で防衛省がその誤りの部分を説明しています。説明が間違えていたのは、調査報告データの中の山、の高さが実際よりも違っていたという話です。実際は4度、実際間違って記入されたのは15度、全く違う高さになってしまいます。この説明会を現在秋田の方で行われています。あの防衛省が誤りをそのまま使っているとは考えられませんでしたが、イージス・アショアを建設予定に青森、秋田、岩手、秋田市、に建設予定です。陸上自衛隊荒谷演習場の敷地内にイージス・アショアを建設予定です。一番演習場に設置する方がより国の土地でもあるし建設しやすいことから場所選定に選ばれました。このイージス・アショアですが、北朝鮮にからの弾道ミサイル防衛として計画されています。今では北朝鮮もその弾道ミサイルを撃つ気配がないのですが、いつまた再開するか分かりません。この北朝鮮からの
脅威をなくすために イージス・アショアを作ります。秋田と山口県の2カ所で1000キロの防衛範囲で計画中です。北朝鮮からの弾道ミサイルを迎撃するこの施設の大きな意味は、日本海で展開するイージス艦の任務軽減のため、イージス・アショアを建設する計画になりました。イージス艦も近年多く建造されていますが、最新艦ではマヤ型ができています。でイージス艦にもこの迎撃ミサイルが搭載されていく計画です。マヤ型にはもうすでに配備中、迎撃可能になっています。一番の山口から南側までカバーできる、それがやはり大きい。こちら側に弾道ミサイルが飛んでも迎撃することができる。やはり防衛力強化には大事な設備となってきます。しかしまたデメリット、建造費が高い、高額、迎撃ミサイルも高額、しかしいざという時のためにはやはり必要になってきます。今まで北朝鮮は予告して日本太平洋側に落とすように発射訓練をしていました。まあ防衛省は撃ち落とすつもりはなかったんでしょう。この弾道ミサイルに対する脅威にイージス・アショアが建設されます。まだ計画段階なので、やはりそこで課題に
記入するのは良くないでしょう。やはり資料は正しく記載されているものがやっぱり信頼につながっていきます。防衛省も今後こういうことがないよう進めてほしいものです。今日のご視聴ありがとうございました。